中学校は日本における前期中等教育段階の学校。修行年限は3年間で義務教育期間の最後の3年間にあたる。修学については原則として満12歳となった最初の4月1日を基準とする年齢主義が取られている。日本の申請の中学校段階における教育に対する制度上の正式な英語表記は ローアーセックアリーエデュケーションであり、新生の中学校の正式な英語表記は、ローアーセックアリースクールである。なお、日本の学生改革以前の中学校については、旧正中学校を、中等教育機関については高等小学校、国民学校、旧正中等教育学校を参照。日本の一般的な中学校中学校と、桜日本では、 中学校は小学校における教育の基礎の上に心身の発達に応じて義務教育として行われる普通教育を施すことを目的とする。S とマイナス3レベルに位置づけられる。小学校を卒業した者、または特別支援学校の小学部を修了した者が入学し、修行年限は3年間である。同等学校に中等教育学校の前期課程 特別支援学校の中学部がある。小学校では基本的に一人の学級担任の教員がほぼ全部の教科を担当するが、中学校では各教科ごとに専門の教員が担当する教科担任制である。多くの学校では定期講座があり、その成績と日常における学習の様子などが進学時の調査書に反映される。中学校を卒業した人は、 高等学校、中等教育学校の後期課程、専修学校高等課程など後期中等教育を行う学校や5年生の高等教育機関である高等専門学校に入学することができる。通例、各学校による入学者選抜に合格することによって各学校から個別に入学が許可される。また、中学校を卒業しなかった人のために文部科学省による 中学校卒業程度認定試験などが存在する。私立中学校、国立中学校の大部分と一部の公立中学校には入学試験をはじめとする入学者選抜がある。現在の中学校制度は1947年4月に開始された。開始時から3学年の生徒が揃ったが、1947年当初、区市町村立中学校で、 外当学齢児童の就学が義務付けられたのは1年生のみで、2年生は当時就学義務のなかった国民学校高等科1年生からの進級者、3年生は国民学校高等科終了者のうちの希望者の編入で外当学齢児童が義務就学するようになったのは2年後の1949年である。この意味で現在の中学校制度に相当する学校は 旧制の学校制度には存在しなかった。1947年の開始時点では、校舎、敷地は小学校のものをそのまま用いたり、旧青年学校の校舎、校地を転用したりしたことも多かった。また、戦災を受けた都市の場合は当初は、焼け跡で授業が行われ、その後の戦災復興計画の中で、校舎、敷地を得た例もある。さらに、軍用地、 軍事工場などが転用されたケースや1948年頃に実施の高校3原則による高校再編で空きになった旧正中等教育学校の校舎、校地を転用したケースも存在した。なお、現在の公立中学校設立にあたり校舎の建設などに地元の人たちの多大な協力を得た例も多い。また、これらとは別に、 国立市範学校の付属国民学校の高等科や私立校や国立校で旧正中等教育学校だった学校で1947年に現行制度の中学校を新たに設置した学校も少なくない。服装はほとんどの場合学校指定の制服と体操着があり、 それを着用して登下校したり、学校生活を送る。さらに地域や学校によっては名札を着用するところも、ある。その制服には、あまり、デザイン性や機能性などは求められない。この意味で、同じ義務教育であっても一部の地域や学校でしか、制服制度のない小学校や義務教育でないが、同じく中等教育機関に位置しているが、 制服制度を持たない学校も存在し、また存在する場合は制服に、デザイン性や機能性などを求める傾向の強い、高等学校とは違いが見られる。2020年5月1日現在で、学校教育法に基づく、中学校は1142校あり、そのうち、国立69校、公立9291校、私立782校、 在校生は、総数321万1219人、男子164万2951人、女子156万8268人である。なお、私立学校のうち、構造改革特別区域法による認定を受け、株式会社立の朝日塾中学校が2004年に設置されたが、2011年3月をもって同校は、 中等教育学校に改組され、発展的廃止された。2011年現在までに、株式会社による中学校が設置された例は、この朝日塾中学校の一校のみである。2020年5月1日時点で248,254人中学校における、教育は、学校教育法の第46条により、義務教育として行われる普通教育の目標を、 達成するように行われるものとされている。平成19年法律第98号による学校教育法の改正前は、同法の第36条に中学校における教育の目標が次のように規定されていた。小学校における教育の目標をなお十分に達成して国家及び社会の形成者として必要な資質を養うこと。 社会に必要な職業についての基礎的な知識と技能、勤労を重んずる態度及び個性に応じて将来の進路を選択する能力を養うこと。学校内外における社会的活動を促進し、その感情を正しく導き、公正な判断力を養うこと。改正前の中学校における教育の目標は高等学校における教育の目標と連携関係にあった。 学校教育法施行規則に基づき、中学校の教育課程は、必修教科、選択教科、道徳、特別活動、総合的な学習の時間によって編成されている。私立学校では、道徳に変えて、宗教を設けることもできる。通常の学級とは、障害のない生徒を主として編成される学級のことであり、特別支援学級とは、 障害のある生徒のために編成される学級のことである。多くの生徒は通常の学級に所属するが知的障害や発達障害などの障害がある生徒は特殊学級に所属することもある。短式学級とは一つの学年だけが所属する学級であり、複式学級とは二学年以上が所属する学級である。大多数の学級は短式学級だが過疎地などでは 複式学級も見られる。一部の中学校では、主に帰国生徒などを対象に、国際学級、帰国者学級、帰国生徒学級などの名称の学級で、語学力に配慮した授業を行っている。夜間学級は下記を参照。一般的な中学校では、月曜日から金曜日、または土曜日に、 朝から午後まで5から7時間の授業が行われ、ほぼすべての学齢期の中学生は、この時間帯に学習活動を行う。一般的な特徴は、制服の学校が多い、若年の生徒が多い、就労している生徒が、ほとんどいないなどの点が挙げられる。高等学校の用語で言えば、全日制の過程に相当する。しかし、学齢超過者は、 このような一般的な教育を受けることが困難であることが多く学齢期の生徒が在学する一般的な中学校に新入学、編入学しようとしても拒否される場合もある。二部授業とは学校に在学する生徒を複数の組に分けて別々の時間帯で授業を行うことである。学校教育法施行令の第25条の第5号を根拠としている。 校舎などの学校施設が在学する生徒数に対して極端に不足している場合などに行われることもあるが現代社会では昼間に通学して学習することが困難である人のために夜間にも授業を行うことを指すことが多い中学校における夜間の授業は暮らしの手帳のように取り上げる雑誌もあったものの1993年に上映された 山田洋次監督の映画、学校が話題となるまで、世間全般への認知度は高いものではなかった。中学校における夜間の授業は、各学校において、夜間部、夜間学級などと名称が定められ、夜間中学校などとも通称されることが多い。夜間の授業は、夕方5時30分頃から授業が開始され、夜9時頃に終わる、4次元の過程である。基本的には、 学齢聴過者だけが在籍する。なお、夜間の授業は、二部授業として認可されているため、夜間に授業を行う。中学校は、通例、昼間にも授業を行っている。夜間の授業を受けている人には、外国籍、戦後の混乱期に、勉強の機会を得られなかった高齢者、不登校、などほとんど文字の読み書きができない青年の生徒も多く、そういった学齢超過者は、 日本の現在の受け入れ体制のもとでは小学校に入学することが困難であるため、中学校における夜間の授業は、日本語教室、日本語学校、式児教室、小学校の代替としての役割も果たすとも言われている。また、授業時間は昼間の授業よりも少ないことが多く、授業は中学校学習指導要領を完全に模倣することが難しい。 そのため、国語、数学のように、日常生活の基本となる教科が重視され、それ以外の教科や実技教科に割り当てられる、時間数は少ない。生まれて、初めて鉛筆を持つ人から、中学校に途中まで在学した人までの幅広い、生徒が在籍し、生徒間の学力の差が大きいため、修熟度別授業を行っていることが多い。また、制服はない場合が多い。 夜間の授業を受ける場合は、年間を通して、随時入学できる。夜間の授業を受けるための入学資格を定めた、法令等は存在しないものの、義務教育を修了していない人であり、かつ学齢を超過している人であることが、実質的な夜間の授業を受ける要件とされていたが、2015年の文部科学省の通知により、ほとんど出席せず卒業した者も,も個別に判断して、 夜間中学校に入ることができるようになった。外国人の入学者が増えている自治体もある。2021年の時点で夜間の授業を行う学校の数は36校。2020年の生徒数は1293人であるが、夜間の授業に積極的な設置者が東京県、大阪県に集中しているため、中学校の正規の授業として認可を受けていない。 自主夜間中学が日本全国の20校ほどの中学校という市で運営されてきた。こうした状況を打開するため義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律では未設置の道府県にも夜間の授業を行う中学校を最低1校設置して修学の機会を提供することが謳われ、例えば 夜間の授業を行う、中学校を設置していなかった埼玉県で、2019年4月1日に、川口市立芝西中学校用新聞校に、県下全域を対象とした夜間学級が設置された。二部授業の歴史もともと、中学校における夜間の授業は、第二次世界大戦降伏後の混乱期の中で、生活困窮などの理由から昼間に就労、または、 家事手伝いなどを余儀なくされた学齢者が多くいたことから、それらの人に教育の機会を提供することを目的として中学校で行われたものである。当時は、ユ馬学級などとも呼ばれた。高等学校の定時制の過程とは異なり、夜間に授業を行うための特別の過程の制度はない。なお、旧制中学校にも夜間の過程は存在していたが、 これは、現在の夜間中学とは、系統が異なり、新生高校の定時制過程の起源として見られることが多い。戦前の旧正学校のうち、現在の中学夜間学級に近い例としては、板橋区に存在した、板橋広、長野学校等の夜間小学校や夜間に授業を行った日本各地の実業補修学校が挙げられる。 1947年の学生改革の直後、大阪市行野区で、長期欠席生徒向けの夕方の補修授業、ゆうま学級が開始された。また、東京都の戦後初めての夜間学級は、1951年に、足立区立第四中学校で開設されたものである。同校の伊藤康春校長らは、足立区周辺に広がるスラム街のうち、 学校に近いところを回って夜間学級を宣伝し、当初はわずかな人数しか集まらなかったものの、やがて300人程度の生徒を抱えるようになった。未就学児を学校に行かせることは、その家庭にとっての労働力を失うと、スラム街の貧困状況を物語る背景が大きくあった。当時の文部省は夜間中学設立に対して阻止の圧力をかけるなど、 夜間中学設立に関しては、伊藤康春校長らの相当な苦労と熱意がなければ、なし得なかったであろう。夜間学級の設置校のピークは1954年の87校であり、生徒数のピークは1955年の5208人である。大阪では1969年に、最初の夜間学級が、大阪市立天王寺中学校に開設された。 その後一時期は、夜間の授業はあくまで臨時の措置であり、学校教育法そのものが想定しているものではない。学齢超過者は、学校教育ではなく社会教育で学ぶべきである。という趣旨で、教育行政において、縮小、廃止の検討がされ、1968年には校、数21校、生徒数416人に減少した。 これに対し夜間中学卒業生の高野正夫などの教育活動家が廃止反対、設置応急の運動や証言映画の上映をするなどの熱心な支援をしたため夜間中学校は息を吹き返し現在までも存続している近年は日本国籍を有していない生徒や元不登校の生徒も増えてきている 第二次世界大戦降伏後しばらく、特に1955年から10年間ほどは、学齢期の生徒も多く通学していたが、学齢期の子供の不正な労働の防止を目的として、現在では、学齢超過者のみに通学が制限されている。中学校も、一定の条件下で、通信による教育を行うことができる。中学校の通信教育は、中学校通信制や、 通信制中学校と呼ばれることもある。中学校の通信教育は、尋常小学校の卒業者もしくは、国民学校初等科の卒業者であり、かつ、義務教育を修了していないものでないと受けることが、できないというのが建前であり、現代では、基本的に、学齢超過者のみが在籍している。日本では、第二次世界大戦降伏後、義務教育年限が、 従来の6年間から9年間に延長されたが、これに伴い、昭和時代前期までに義務教育だけを修了した人は、新制度においては義務教育密修了となり、新生高等学校に入学する資格がない。中学校通信教育は、そのいわば救済措置として設けられたものである。法的な根拠は、学校教育法の附則第8条であり、中学校は、 当分の間、尋常小学校卒業者及び国民学校初等科修了者に対して通信による教育を行うことができるとされている。この規定に基づいて中学校通信教育規定が定められている。夜間の授業と違い、法律によって定められているのが特徴である。通信教育を行っていた中学校は以前は80校ほどあったが、 現在は2校のみである。夜間の授業以上に一般的に知られておらず、学校教員でも知っていない場合が多い。なお、発修学園が不登校生徒が主体省の学齢期でも通学できる中学校通信教育の認可を求めているが、難航している。通信教育を行っている中学校上級学校への進学者が大多数である。 1980年代以降は常に進学者が90%を超えているが、2019年現在においても、非進学者は数存在する。以下のように、国立、私立中学校では就職者が極めて少ない。2019年度卒業時の学校基本調査。高校以外への進学者などの詳細は省いた。ありがとうございます。